おはぎにたっぷりのクリームを挟んだマリトッツォならぬハギトッツォ。こちらはあんこが主役のシュークリームです。今和菓子の定番あんこを使用した新しいスイーツが続々登場。普及活動などを行っている日本あんこ協会に聞くと、ビジュアルもいわゆるSNS 映えするような形で、インターネットを使って発信される方とかもいらっしゃると。これが一つ若い方に受け入れられつつあるというのが あんこブームの要因かなと思ってます。はい。また健康志向が高まる中、あんこは低脂質で効率よく栄養を補給できると人気なんだそうです。福岡の人気あんこスイーツ店1軒目はこちら、福岡市中央区六本松にある六本ポンです。食べた時の食感が尻尾がカリカリで、体の部分はもっちり。看板メニューはお餅でできた皮の中に自家製あんこがぎっしりと詰まったタイ餅です。そしてこちらは冬限定のタイヒレぜんざい。タイヒレのカリッとした食感とぜんざいのとろけるような口どけを楽しめます。ここでしか味わえないあんこスイーツを求めて、連日県の内外から多くの人が訪れています。千葉から観光がてら来ててっていう感じで、インターネットで見てね、美味しそうだったのであんこ大好きめっちゃ美味しいです。多分これ2個いりますね2個いけますよ多分。中でもプレミアムなあんこスイーツというのが、はい、お待たせしました、きなこタイ餅です。わー、きなこがたっぷり乗ってますね。これでもかというほどきな粉をまぶしたきな粉たいもちです。一度焼いて形を作ってから茹でるため、完成までにかかる時間はおよそ1時間。予約しないと食べるのが難しい特別なメニューなんです。早速いただいてみると、いただきます。生地がもちもちふわふわです。香ばしいきな粉と優しいあんこの相性がもう抜群で、身も心も温まります。まあ、SNS での情報拡散がたくさんあって、今はまあシーズンというか、たくさんお客さん来てもらってます。六本松から名物になっていけばいいなっていう思いでやってます。続いて訪れたのは福岡市博多区博多リバレインにある甘味処滝村です。こちらで味わえる話題沸騰のあんこスイーツとは。お待たせいたしました、あんぽんじゅでございます。あんぽんじゅですか。大粒で風味が良い北海道産の大納言小豆を使用したチョコレートフォンデュならぬあんフォンデュです。たっぷりのあんこをお団子やバームクーヘン、生八つ橋などに好きなだけつけて食べる新感覚の和スイーツなんです。あんこもぎっしり入っています。ではいただきます。あんこが程よい甘さでトロトロです。お団子も香ばしくて、もうあんこ好きにはたまらないですね。当店ですと美味しいあんこが売りですので、それに合った食材をいろいろと盛った一皿になります。少し塩分も効かせて、ずっと進みがいい食べやすいあんこのソースにしております。またサクサクのもなかの皮に好きな具材を挟んでオリジナルもなかを楽しむこともできます。あんフォンデュを初めて食べたこちらの男の子は、これお団子つけるのも楽しいし、とお団子もすっごい美味しいので、もう最高です、毎日食べたいですさらに先月からは旬のいちごとあんこを組み合わせた、その名もお姫様フォンデュが新メニューとして登場。1人前およそ300キロカロリーと低カロリーでスイーツが楽しめるのも魅力です。
タイトルにある通り姫様のようにこちらからもてなしたいなと思っておりまして、可愛いもの好きな方とか、あるいは軽く召し上がって帰られたい方などはご好評いただいてますね、はい、進化系あんこスイーツ続いては、わあ、フラワーボックスみたいで可愛いですね。あんを花の形に盛り付けた華やかなお花のおはぎ、桜やバラなど春をイメージした新しい形のあんこスイーツです。作っているのは県内で花おはぎの教室を開いている管理栄養士の石田のぞみさんです。合成の着色料は使わずに天然の野菜の色素とかを使って色をつけてます。赤はビーツ、緑は抹茶、黄色はかぼちゃなど、すべて栄養価の高い素材にこだわり、花びらを一枚一枚丁寧に作っていきます。土台には佐賀県産のもち米を使用し、アレルギーがある人などにも安心して食べてもらいたいという思いから、小麦、乳製品、卵も使っていないんです。食べるのがもったいないですが、いただいてみると、あんがしっとり滑らかで優しい甘さです。もち米のつぶつぶの食感との相性も抜群で、贅沢な気持ちになります。ことほぎおはぎと名付けられたこちらのおはぎは、ネットで注文を受け付け、冷凍で全国に発送。季節に応じて様々な花おはぎを製作しています。まるでアートのような美しい見た目から贈り物として人気で、多い時には1ヶ月に100個以上の注文があるといいます。アレルギーがあるお子さんでも高齢の方でも、やっぱりお誕生日とかのお祝いの席で、みんなで囲んで食べるような時に使ってもらえたら嬉しいです。